レイズオンデイト実況プレイ始めていきたいと思います。続きからやろうと。3日目で神父がなんか隠さなきゃなんだよね。この辺でいいだろ。これロゼは夜中歩き回ってるから必ず見つけられるだろう。父のカーティスの遺体を見つけた時どんな表情をするかな。これ今まであったところに隠せばいいんだよね。今まであったところっていうか、食事が勝手に出てくるなんて幸せなことだ。幼い時の私はとにかく冷蔵庫にあるものを食べて、料理なんてみじんも知らなかったな。この絵画の本は少し前に出しておこう。あの額縁のことが載ってるからね。こういうこと言ってんだやっぱ。本当にこいつの仕立てたシナリオ通りだな。私たちのような人間はこういうひっそりとした場所で静かに暮らすのがいいんだ。私たちのような、この額縁は装飾がないと取り外しができない特別な額縁。本来は絵を盗まれることを防ぐためだが、死体を隠すために使われるなんて作った人は思いもしないだろうね。今日はここ最近の中でもう弱い雨だな。ちょうどいい。ちょうどいいの？あ、一応頼んどくか。エリオット。神父様どうかしたんですか？僕にできることなら何でもおっしゃってくださいね。そう言ってくれるだけで嬉しいよ。一つ頼みがあるんだが。何ですか？言ってください。僕なら大丈夫です。むしろ神父様の役に立てるなら嬉しいんです。そうか。ではお願いしよう。今夜ダイニングの前に立って誰も入れないでほしい。そんなことですか？任せてください。もしかして新レシピでも作るんですか？あれ？でもそれだったらキッチンか。とにかく今夜僕に任せてください。ありがとう。絶対に誰も入れてはいけないよ。特にノワールという女医には気をつけなさい。はい。期待してるよ、エリオット。いやー、心が痛むわ。エリオットは私のためにさ、やってくれてんのにさ。ルイスは、あ。そっか、ここだったな。ここでいいかな。他の孤児はこんなもの気がついても拾わないだろう。だけどロゼは違う。一見意味のなさそうなものにも意味を見出す力がある子だからね。エリオットはさ、さっきの話に戻るっすけど、エリオットはルイスのことが好きでやってくれてるのに、ルイスはエリオットのことはもうロゼのための駒だとしか思ってないんだもんね。物語の登場人物、最後には死んでしまう役割を与えてるんだもんね。全面台ずいぶん綺麗だな。まるで証拠を消しているかのように。結局父みたいになってしまった。でも私は父のように狂ってはいない。ちゃんとした思想があるんだ。でも行動が狂ってんだよ、ずっと。今夜はエリオットの墓を掘らないとな。綺麗な教会は今日でおしまいかな。分かってんだ、今日エリオットが死ぬことすら。ち、鏡を見ると父が映るようで嫌だな。おっと、ちゃんと蛇口を閉めないと。みんなやるな、これ。そっか。神父で、いろんなとこ行ってみようかな、ちょっと。毎回開幕グダグダしてるっていうか、のんびりしちゃってますけど、申し訳ないです。なんか全部見たいよね。空っぽの棚。この教会はほとんどハリボテだ。世界は広くて、この教会で誰が死のうと気にしない。毎日どこかの誰かが死んでる。なんか同じようなこと言ってんな、あのワールド。ふんふん。ああ、そっか。これやったか。やったな。やったわ。なんかさ、隠してないかな。悪趣味な父さんは地下に監視するための映像を録画していたの。もう外してしまったが、あの映像はどこに保存されているのか。教えてくれねえんだ、ヒントとか。そっかそっか、一通り調べたか、最初に。じゃあ、いっか。人とか、ファルが嗅ぎ回ってるのももうそろそろ面倒になってきたな。そうだ、今夜。面倒ごと一つ解決するために動くとしよう。何すんだ？ファルがどうなったか分かってないんだもんね、僕たちは。あ、そっか、なんか手紙を神父がファルの前に置いたんだよね。ファルの部屋の前に。ちょっと待って、一回だけ神父の部屋入っていい？グダグダしちゃって申し訳ないです、本当に。気づくのかな、なんか誰かが入ったことみたいな。あの子たちはいい子にしてるかな。今夜は地下に行けないだろうな。面倒ごと片付けないと。
やっぱちょっとだけ変わるんだな、セリフとかも。あ、日記が置いてないな。じゃあなんだ、なんもないのかな。まあいっか、じゃあ行こう。なんもなさそうだわ。一通り調べてるもんね、初日に。で、ラウンジにも置いたんだよな、確か。ここら辺だっけ？あ、勝手にやってくれんだ。これで三つ目。あと最後の一つはどこかに隠そうかな。見つけられないんじゃ意味がない。けど簡単すぎても面白くないからね。あと一個どこだったっけ？どこに隠してたっけ？ライブラリーな感じするけどね。確かライブラリーだった気が。うん、ここにしよう。これで最後と。ふふ、まるで宝探しだね。ご褒美は死の予兆。私まで興奮してくるよ。どういう性癖なのそれ。さて。で、ノワールパートかな。うわ、掘ってるわ、エリオットの墓。あ、違う、エリオットじゃねえわ。神父様、何をしてるんですか。ファルコス、こんな雨の中どうしたんだい。神父様を探してました。昨日のことの意味が知りたくて。なんか会話してたのか。ファル、眠れないのかい。あの時の光景が断片的にしか思い出せ、覚えていない。はっきりとしているのは、僕の腕の中で死んでいく妹のリーラと、リーラを殺した奴の目だ。でも僕はもっと見ていた。いろんなものを思い出したんだ。そこにあなたもいた。だから神父様、これは懺悔じゃない。でもリーラを殺したのは神父様じゃない。あなたはあの場にいただけだ。だから聞きたい、妹をリーラを殺したやつを知ってるんじゃないか。ロゼなんだ。やっぱり君の妹を殺したやつを見つけてどうする。リーラの命は奪われた。だからさて、どうしたものか。私はこう見えても神父でね。どう生きるかは自由だ。私には止める権利はない。けど君には彼女を殺せない。彼女は違うんだ。人であって人ではない。悪魔であり天使でもあるんだ。誰か知ってるような口ぶりで話しちゃってるよ。大丈夫それ。妹を殺した犯人はあなたは知っている。あなたはあの時、あの悪魔の手を引いて。そんな、まさか神父様が手を引いていたのは少女だった。妹を殺したのは同じくらいの年の女の子。赤い悪魔少女、まさかリーラを殺したのはロ。神父様、なぜですか。神に仕えるあなたがどうして悪魔をかばうんですか。言っただろ、彼女は悪魔でもあると同時に天使でもあるんだ。あー、何、殺しは森へ逃げたファルを追い詰める。え、なんだこれ、なんだこれ。クリックして射殺ポイントを探せ。なんだそれ、ここか。え、どこ、足、まずは足なの。行き先、森を抜けたら町へ着いてしまう。その前に始末すべき。時間とかある。マント、急所を狙いにづらい。そうだよね。頭はどうだ。知りすぎた。ロゼのことに気づいた。逃したら厄介だ。そうだね。じゃあもう、やっぱ殺されてたんだ、こいつは。あ、まだあった。雨の森。足場も視界も悪い。容易には逃げられない。オッケー。他は何かあるか。森とかは何かあるか。何もなさそうだな。じゃあもういいか。もう良さそうだな。よし、射殺開始。なんだこの射殺開始ってのは。あー、心音整った呼吸がどうたるこうたるとか、やられちまった。こんな雨の中、どこまで逃げ切れると思っているのかな。はあはあ。くっ。仕方ない。もう少し鬼ごっこを楽しみたいようだね。わあ、ミスっちゃったんだ、俺が。クリックして射殺ポイント。成功率がパーセントだもんね。急所。視界が悪いのはこちらも同じ。狙いにくいが確実に仕留めるなら。そうだね。頭な感じするよね。心音？あんながっつりやったのに。不要な駒。ファルは害にしかならない。私の物語に君はいらない。ファル。彼は復讐のために来てる。妹のため諦めないだろう。オッケー。あんなに念入りにやったのに取りこぼした場所があるんだもんね。だいたい4つか5つはあんのかな。
あ、あったあった。心音、急所は外れたが確実に体力を削った。オッケー、心音は絶対あんだな、これから。あんま連打とかじゃなくて、ほんと、いい感じのポジションみたいなの押さなきゃなのかな。足とかもう大丈夫か？ 4 つで大丈夫か今回。怖いぞ。射殺開始だ。あー、逃げる理由。無理じゃん。今日の俺、調子悪いよ。ファル、もう終わりにしよう。こっちも雨の中走り回ってこんなにも服が汚れてしまったんだ。セーブしてないわ、この前に。ふむ、惜しい。あと少しで脳みそが弾け飛んだのに。あと一回しかチャンスがない。じゃあ、今度は確実に復讐心。彼にはそれしかない。あと一回だけだぞ。心音見とこは、かなり疲弊してる。最後のチャンスだ。最後のチャンス逃すわけには。でも 50% しかないんだ、俺には成功率が。止まらない足、いつまで逃げるの？どうせ死ぬのに。うわ、そんなん、こっち側の主観でしかないぞ。水音、この先は崖だ。そこに追い詰めよう。あ、そうなの。あ、あった。終わり。妹に、リーラに合わせてあげよう。1、2、3、4、5、5個ありゃ十分だよな。よかった。成功率 80%。ファル、いい加減飽きて。ああ、成功だけだ。大成功も見たかったよね。いや、このクリックのゲーム苦手だな、多分。さあ、出ておいて、ファール。大丈夫、痛くしないように殺してあげるから、怖いな、お前。うわあ、ファール。好都合だもんな、どうして。あの子は、ロゼは特別な子なんだ。リーラだったね。君の妹の名前。よかったじゃないか、ファル。すぐにリーラとまた会えるよ。くっ。下は川。大した高さじゃないが、雨のせいで流れが速い。まず助からないだろう。これで一つ邪魔が消えた。いや、もしかしてさ、ノワールとロゼが出た後にファルがさ、ちゃんと生きててさ、ファルに殺されたりしたのかな？また死んだ。内臓がなくなってる。もうこの教会に残ってるのも5人だけ。もう一人いるでしょ、あのファルって怪しい男も。ここには人殺しがいる。それなのにどうして何もしないんですか。人殺しね。どっから人殺しになるの。息をしなくなって動かなくなったら、それとも心を壊しちゃったら。知らないうちに私たちは人を殺してしまってるのかも。落ち着きなさい、二人とも。私たちはみんな家族だ。犯人がわからない以上は身を守ること、家族を守ること、そして信じること。今できる限りのことをしよう。さあ、みんなエリオットにお別れを。神父様以外はロゼがこんなことをしていることは気づいてないみたいに。まだわからないわ。神父様はロゼがコージを殺していることを知っているのに、なぜ黙っているのかしら。なんだか嫌な予感がするわ。ロゼの様子を見とこうかしら。そうだね。聖堂でロゼと話す。ここ入れんの？遺体はどうなったのかしら。あれから特に匂いはしなくなったけど。そっか、一応もう見つけたルートな、見つけたルートとか見つけた後なんだもんね。本を読んでる暇はないわ。そっかそっか。あれはどこにあんの？フィルムみたいなのは。見つけたいんだけど、そろそろ。安心したい。安心したいわ。まあ、いっか、ロゼに会いに行くか。鍵はかかってないのに、この教会から出ていけないのは。雨と立地、そして出にくい意味を見出せ、出ていく意味を見出せないものだけ。そうだね。なんか落ちてそうな場所あったりする？全然わかんないんだけど。シャワー室一回見ていい？何かを取りこぼしてんだよな、俺は絶対に。どこにあんだろう。まあ、いっか、ロゼとかを。先ロゼだな。やっぱロゼは第一に考えなきゃ。ロゼのことは大事だもん。何してんの？何かよ。私は用はないから話しかけないでほしいわ。性格。随分冷たいこと言うのね。私が何かしたかしら？すごく嫌われてるみたい。まあね、なんか、全員ノワールのことを疑ってるもんね。まあ、神父がそうさせてんのかもしれないけど。ノワール、原始ご苦労様。医師としてエリオットを殺した者を特定できるかな？いいえ、そこまでは。
そうか。なら犯人探しをする必要がないのはわかるね。それに君くらい賢い人なら罰しない理由もわかるはずだ。わかるわけないだろう。よう、大丈夫かお前。あ、何か用ですか。いえ、特にないけど、エリオットとは同じ部屋だったのでしょう。一番ショックを受けてるんじゃないかって思ってね。ショックなのは犯人を探さないこの状況ですよ。どう考えても人殺しがいるのに。この子一番まともな考え方ね。この教会にいるべき人間ではないのかも。昨日揉めてたのは偶然なのか。嫌でも。ああ、そっか。お前はベイティーをちょっと疑ってんだもんな。ああ、そっか。もう入れないのか。ここはベティの部屋ね。あの子、すごく私を警戒してるみたい。まあ、それはお互い様だけどね。ロゼの部屋は、自分が犯人だからこそこんな状況になっても何もしないルイス神父にロゼは不安を抱えてるのでしょうね。普通なら犯人探しを率いる立場なの。そうだよね。この状況ってめちゃくちゃおかしいな状況だもんね。あ、神父の部屋入れたりする今。まずは、そうだ、ね、まずはロゼだよね。ロゼ、大丈夫？ロゼ、大丈夫？神父様は犯人を探す気はないよね。どうしてだろう。全部知ってるからでしょうね。ロゼ、神父様には気をつけて。このままじゃ孤児全員消えるというのに全く気にしてないみたい。そしてロゼ、あなたもここの孤児。あなたにもきっと何か仕掛けてくるわ。不安そうな顔。でも大丈夫よ。私が神父様の狙いが何なのか確かめるわ。ルイス神父の部屋に忍び込む。おっしゃ。ルイス神父に気づかれないようにしないと。なるべく音を立てずに素早く済ませましょう。うわ、セーブしときゃよかった。俺最近セーブしねえな、全然。なんか開きました。あの中庭で聞いた悲鳴は地下からのもの。どこかに地下へ通じる道があるはず。そうだね。箱の、あ、やった。フィルム2を手に入れた。フィルム02、医務室で再生すれば見れるわね。フィルム02を見つけた。空っぽ？オッケーオッケー。フィルム02を見つけたってことは、ちょっとこまめにセーブしとかなきゃだな、やっぱり。これ、医務室戻れんのかな？ルイス神父に気づかれる前にさっさと調べちゃいましょう。そうだね。まあ、とりあえず、地下でいいのかな？もう一個のフィルムは地下と俺は見てんだよね。あ、なんかつけた。だから地下行こうか。何かしらこの本棚、隙間風を感じるわ。よくわかったな。当たりね。地下への通路を探す。でもさ、この地下への通路を通っていいの？通っていいの？これ通ったらバレちゃわない？通った段階でこの扉閉まんのかな。神父がいつ戻ってくるかわかんないんだよ、だって。あ、行っていいんだ。バレちゃいそうなもんだけどね。この地下のどこかに消えた孤児が悲鳴を上げてたくらいだから生きてるはず。そうだね、助けてやんねえとな。だから最終日とかノワール顔出さなかったのか、こいつらを助けてたのかな。どこかに、あ、まず繋がってる場所とか中庭とかと繋がってるってのを確認しとけば自由に行き来。こっちは教会のどっかの部屋に繋がってるような。今はまだ出られないわ。地下を調べないと。あ、そうなんだ。じゃあ地下を調べるか。とりあえずその少年たち、少年少女がかくまわれてる場所は分かってるけど、フィルムが、地下のある建物は珍しいわけじゃないけど、この空気はいつだ。こっちが私が最初来たとこの壁？ここで行き止まりね。これの壁も作ったんだろうね。うわ、怪しい。水の音、湿った空気。この先に中庭に通じる道があるよね。何でもわかるね、ノワールって。すごい。行こうか。この部屋の上がちょうど中庭かしら。ならこの先に。オッケー。じゃあこれは、この辺かな。あー、惜しい。この辺か、じゃあ。もう、極めてきた。うわ。消えた子じゃさ、これは。やばそう。
生きてる。でも脈が弱いわね。首に注射の後、薬で無理やり眠らされてるみたい。なんで眠らされてんだろう。う。ごめんなさい、もうやめ。大丈夫よ、ルイス神父は今いないの。ここで何があったか聞かせてもらえる？ダメね、薬で意識が混濁してるみたい。呼吸も浅い、このままじゃあまり持たないわね。消えて。もう痛いの嫌、助けて。わかってるよ。お願い、任せとけ。かわいそうに、ここで何ヶ月もルイス神父にいたぶられ続けたのに。もう大丈夫よ、あなたを助けるわ。助けるってどういう意味で？あ、気分が楽になっていく。少しずつ心地よくなって眠くなる。そしたら抗わないで眠っていいの。そしたらもう苦しみはないわ。そういう意味の助けるか。安らかに眠りなさい。でもそれしかないのか、もうこの子たちには。あなたが生きた証、せめて私だけでも覚えてるわ。苦しんでる人を助ける、それが私のレイゾンデイト。なるほどね、レイゾンデイトってノワールの方にかかってくんのか。で、この傷は今まで私が殺しちゃったっていうか、まあノワールの言葉で言うなら助けた人たちの傷なんだ。助けた人たちを忘れないようにするための傷なんだ。じゃあこんなにも多くの人をってことなんだ。まあ医者として助けられなかった人たちのこともあるんだろうけど、ね、もう少しだけこの地下内を調べるとしましょうか。 OK、 わかった。いろんな謎が解明されてくな、やっぱり。じゃあこの傷は忘れないようにしなきゃいけないんだ。ごめんなお前、安心して眠りなさい。もう苦しむことはないから、ね、最悪な環境ね、こんな場所で最後迎えるの。本当にね、助けてやりたかったよ。拷問器具のようね、手足を縛って何日も経ったまま過ごす。きっと眠ることもできないでしょうね。そんなのがあるんだ。変わったものはなさそうね。生かさず殺さずって感じね。医薬品が並んでるわ。缶詰が少しあるわね。ルイス神父は孤児の餓死は望んでないよね。工具は多少あるけど、どの工具にも血の跡がついてる。不気味な場所。こんなところに閉じ込められて薬漬けにされる。それが親子にわたって受け継がれてるのが異常ね。本当だよね。ずいぶん使われてないみたい。木炭が崩れて粉々になってるわ。お金と衣服も多少あるくらいかしら。まあここに隠せば普通じゃ盗まれないわよね。これ以上ルイス神父の好きにさせることはできないわね。ロゼさえ守れればと思ってたけど、まさかこんなひどいな。なんだこの血みたいな食材は。これも拷問道具。手と首を固定して、これ以上は想像したくないわ。どういうこと？切り落とすの？祭壇、ん？斬首台みたいなもんなの？何これ？もう使い方すら知りたくないわ。うわぁ、何これ本当に。えぐいな。うぅ、ひどい匂いね。キラキラしてる。女の子がこっちどっち触ったら、進むんだ話は。キラキラしてるやつ見るか。ここ見つけたフィルムにも映ってた場所ね。ということはルイス神父自身もここで父であるカーティス神父に虐待を受けている。一体ここで何人の子供たちが犠牲になったのかしら。なるほど。で最後に、あの女の子触ればいいのか。他見落としてるもんないよな。ひどいありさまね。完全にルイス神父は病んでるわ。大丈夫かお前。まだ暖かいけど脈はないみたい。間に合わなくてごめんなさい。ああ、もう死んでんのか。この青いやつだけ生きてたんだ。はあ、そういうことか。地下を調べる。まだ調べるってことか。いやあ、えぐいな、こんな。まあ、出るか、じゃあ。神父に遭遇したのかな、もしかしたら。4日目とかってノワールいたっけ。あ、水の音、湿った空気。この先に中庭通じる道がありそうね。でもこちら側からはいけないみたい。いっそロゼに地下を見せて警戒させた方がいいのかしら。いやー、警戒するってよりかはじゃない。いやー、むずいなこの状況は。どうすればいいのか全然わからん。キラキラ光ってるところ触ればいいのか。ここの壁だけコンクリートは綺麗ね。新しく作られた壁みたい。もしかしてここは。そうだよね、最初来た場所だもんね、絶対に。
あの時の壁の下げはここなのだとしたら、孤児たちが逃げないように壁を作った。そうだろうね、多分孤児たちが、あ、そうか、ここで神父の部屋に戻ったら終わりか。うわ、水の音怖え。これは何だ、ここは関係ないのか。いやー怖いな、こんな隙間だら、隙間からだけど、この先は客室のようね。この地下通路は何のためにあるのかしら。今でこそ殺人の現場に使われてるけど、もともとは修道院を改装した建物、避難経路、避難場所に使われていたのかもしれない。地下はこんなところかしら。ルイス神父が戻る前に一旦地下から出ないと。そうだよね。こんなにいろんなの調べてる間に見つかんないのか。あの地下室の新しい壁、他の壁とは違って薄いみたいに。子供の力じゃどうにもならないけど、私なら壊すことも難しくないはず。そうなの？もしロズが捕まったら、あそこの壁から。足音、夜中に誰かしら。ああ、そっか、ベティか。ベティ、こんな夜中に何してるのかしら。こんな話なかったな。人目を気にしてたわね。何をする気かしら。最終日、ベティを追って、中庭に閉じ込めたのってノワールなのか。いやー、神父っぽいよね。でも、どちらにしろ。よし、じゃあ、まずはこれやってみるか。いやー、えぐそうだな。全然違うじゃん。行く、どうしよう。私今夜地下に連れて行かれちゃうな。もう地下の存在知ってんだ。次は僕かも。ねえ、逃げようよ。無理だよ。絶対見つかっちゃうもん。え、やめた方がいいよ。あいつ、カーティス神父の。なあ、お前、カーティス神父の息子って本当？かっこいい。多分。ならさ、やめさせられないの？何を？何ってお前も見てるだろ。なあ、その顔の傷、お前もカーティス神父に。うるさい。これ、いらない。ルール1、孤児と親しくなってはいけない。ルール2、感情を表に出さないこと。ルール3、私の言うことは絶対だ。なんだこの独裁政治は。いやー、ただただえぐいな。フィルムがあれば再生できそうね。あと1個か。見つけられるかな、僕。さて、じゃあ行ってみるか。何してたんだろう、ベティは。バレちゃいそうだけど。何かを探してる？見つからないようにしといた方がいいわね。ベティの視界に入らないように隠れて様子を見よう。え、超怖いじゃん、そんな。ベティはどうやって動くのかだけ教えてくんない？何を？ああ、こういうのとか開けない方がいいか。よしよしよし。え、何を探してんだ、ベティは。どっち来る？どっち来る？何してんの、あいつ。何探してんの、ベティ。ベティ、どっち来る？あ、こっち来んの？ベティ何してんの？うわぁ、見失ったから負け？でもないのか。これがジェフ、これがキャロル、これが私、これがグレッグかしら。ってことはこれがロゼね。あ、ロゼのやつ隠したのか。何を見てるのかしら。ここからじゃよくわからないけど、新聞記事のスクラップ。やっぱりロゼも、というか、この記事からだと。あ、最後にロゼと遊ぶのも楽しそうね。あ、バレちゃう、バレちゃうよ、ノアル。バレないんだ、そこにいても。何か落としたな。なんだ？ベティの部屋の鍵、ベティの部屋の鍵みたいに。これは使えるかもしれないわね。何に使うの？ノアールが隠したのか、ロゼのやつ。一体何を見て？これが、だから、最初のやつがベティなんだろうね。公園で5時の遺体、子供の犯行かってのは、どっちなんだろうね、ジェフか、
キャロットだっけ。夫婦の変死体、シリアルキラー誕生か。住宅街から夫婦の変死体が発見された。妻は人形のように固まり、夫の体は引き裂かれ内臓がなかった。また少し前に夫と似たような遺体が海岸で発見されている。この事件は、大阪に同じように殺害される事件が多発しており、警察は同一犯であり、シリアルキラーと見て捜査している。変死を遂げた夫婦には子供がいるとされているが、行方が分かっていない。子供の捜索も続けているが、情報が少なく、捜査は難航している。町ではこのシリアルキラーに赤い悪魔と呼び名をつけ、恐怖で包まれている。捜査官は子供の情報とシリアルキラーに関する情報提供を呼びかけている。これロゼの記事ね。ベティの話からすると、ここに載ってる記事は全員ここにいるコーチの過去。とある召喚で、娼婦と思わしき女性の遺体と客と思われる男性の遺体が、無残な姿で発見された。現場には子供の足跡があることから、その子供が何らかの事情を知っているとみて行方を探している。これ。記事からおそらく女性と男性を殺したのは子供。この教会に来た時にすぐに分かった。ルイス神父、孤児たちの独特な空気、私と同じ空気。ここにいる孤児は全員人を殺したことがあって、ルイス神父は人を殺したことのある子供を集めている。とりあえずロゼの記事は抜き取っときましょう。ルイス神父は何を考えてそんな子供たちを、いいえ、今はベティを何とかしないと。きっとベティはロゼに全てを打ち明けようとしている。それは自分が最後にロゼで楽しむため。ロゼはダメ。あの子はとても純粋で美しい子なの。ベティには汚させない。何して遊ぶつもりなの？ベティは。最後にベティとロゼが楽しむってどういうことなんだろう。じゃあベティが死んだのってノワールが殺したってことなのか。他はなんかある？なんかここら辺とかも行ってたけど、フィルムが落ちてたりはしないのかな。他行ってない場所がもうないからな。フィルムがどこにあるのかが心配だな。ここもう見れないしね。まあ行ってみるとするか。ベティの部屋とかそういえば行ってなかったな。私の取るべき行動は、ロゼを守るベティ編、神父を見張るグレッグ編。なんだそれ。え、どうしよう。